東名阪自動車道、東名阪自動車道、東名は、自動車道、東名阪エクスプレスウェイは、愛知県名古屋市中川区の名古屋西ジャンクション、JCT から、三重県津市の伊勢関、インターチェンジ、ICA 至る高速道路、高速自動車国道である。略称は、東名阪道、東名は、道、東名阪エクスプビー、東名阪など、 皇帝路線名では東名阪自動車道全線が近畿自動車道名古屋亀山線の一部に含まれる。高速道路ナンバリング、高速道路等路線番号では伊勢自動車道とともに E23 が割り振られている。連結している名阪国道、西名阪自動車道や伊勢湾岸道、新名神と一体となって関東、東海地区と京阪神圏を結ぶ。 道路交通の大動脈の一部を構成している。東名トヨタ JGT 名神草津 JGT 間は、東名、名神、前原 JGT 経由よりも伊勢湾岸道、東名阪、新名神経由の方が三十四点一キロメートル、キロメートル約二十分の短縮になるため、トヨタ j c t 草津 j c t 間を通過する車両の約七割が、東名、名神経由から、 伊勢湾岸道、東名阪道、新名神経由にシフトした。そのため、2008年、平成20年の新名神開通後は、上り線の亀山 JCT 四日市 IC 間、下り線の四日市 JCT 鈴鹿 IC 間を中心に渋滞が慢性化するようになっている。現在名古屋第二環状自動車道、略称、名二環として共用されている路線のうち、名古屋 IC、 神谷城 JCT 名古屋西 JCT 及び神谷城 JCT 高張 JCT は東名阪自動車道の一部として開通、供用されていた2011年平成23年3月20日に名古屋南 JCT 高張 JCT 間が開通した際に東名阪から分離して新規開業区間と合わせ名古屋第二環状自動車道名二環へ変更された なお、当初計画では、名古屋西 IC 伊勢のみが、東名阪だったため、元に戻った形となる。全線を中日本高速道路株式会社、ネクスコ中日本が、管理、運営している。東名阪道と伊勢道は、路線設定の経緯、名古屋大阪を結ぶ東名阪道、名阪国道西名阪道が本線及び、東名阪道に、鈴鹿本線料金所、 伊勢道に関本線料金所と2カ所の本線料金所が設けられてとため、一旦一般国道である名阪国道関 JCT を経由せねばならず、直通利用ができない構造になっていた。これに対して東名阪道と伊勢道を直結する亀山直結線が計画され、2005年平成17年3月13日に開通した直結線開通に伴い、 鈴鹿本線料金所は廃止され亀山 IC に料金所が設置され、関本線料金所も一部が伊勢関 IC へ流用された以外は廃止された。これによって東名阪道と伊勢道が当時料金で利用できるようになり、2カ所の本線料金所を原因とする渋滞が解消された。ほか、名阪国道を経由せずに東名阪道と伊勢道を往来することが可能になっている。 東名阪自動車道に含まれる現在の路線名、道路名は下記のようになる。一部の標識では、東名高速道路との誤認を防ぐため、東名阪道、東名阪道と、東を小さくしたりひらがなにしたりして表示される。1970年昭和45年4月17日に日本道路公団が管理する一般有料道路の一般国道1号の バイパス道路である東名阪道路として、四日市 IC、亀山 IC 間が最初の共用を開始した。後に、東名阪道路の桑野 IC、亀山 IC 間が高速自動車国道へ格上げされる運びとなって、1973年、昭和48年4月1日に、高速自動車国道の東名阪自動車道となり、名阪国道、西名阪自動車道、 近畿自社道とともに一本の国土開発艦線自動車道、近畿自動車道名古屋大阪線になった。2005年、平成17年3月13日に亀山 IC から伊勢関 IC 間、亀山直結線が開通したことにより、全線開通した。2008年、平成20年2月23日には、新名神高速道路が部分開通して、 道路線と接続したことにより、東名トヨタ JCT 名神草津 JCT 間を、従来の米原 JCT 経由より短絡するルートの一部を構成することになった。ほぼ全線が4車線であるが、新名神開通に伴い交通量が増加した一部区間に、付加車線がある。東名阪自動車道は、全区間を通じて、交通量が多いため、現在は、 すべてのサービスエリア、SA パーキングエリア、PA が、有人でかつ24時間営業を行っている店舗が存在する。ガソリンスタンドレストランはご在所 SA、イクスパッサご在所に設置されており、ガソリンスタンドは24時間営業となっている。なお、名古屋方面、上り線に向かう場合、大山田 PA を過ぎると、 次の休憩施設は接続する、名2関や名古屋高速にはなく、東名、名神まで行かなければならない。そのため、大山田 PA の案内標識の下に、トイレは早めにという標識がある。なお、上り線は、名古屋西本線料金所ゲート近くにある事務所内の、トイレを、下り線、四日市、亀山方面は、名古屋西本線料金所ゲートを過ぎた。 直後の路肩に設置されているトイレを利用することができる。東名阪自動車道は4カ所にバスストップが存在するがすべて休止中である。全線が大距離性、普通区間であるが名古屋西 JGT で接続する名古屋第二環状自動車道、名二環や名古屋高速道路の路線は均一性である。24時間交通量、大道路交通センサス。 2003年度、日本道路横断年報四日市 JCT、亀山 JCT 間、特に四日市 IC を先頭とする渋滞が午前の下り線、午後の上り線を中心に頻発している。激しい場合には、渋滞末尾が、下り線では、桑名 IC 付近や伊勢湾岸道本線上まで、上り線では、伊勢道の新 IC や新名神の鈴鹿トンネル付近まで達することがあり、 ネクスコ中日本もゴールデンウィーク、お盆などの行楽シーズンや年末年始には、例年、最大30から40キロメートルの渋滞予測を発表している。この区間では東名阪道伊勢道、名阪国道ルートと伊勢湾岸道から、新名神高速ルートが完全に重複しており、新名神高速開通前の2007年、平成19年の4日 1IC? 鈴鹿 IC 間の交通量は1日平均6万700台であったが2008年平成20年2月23日に新名神高速が部分開通したことで東京、静岡方面京都、大阪方面を通過利用する多くの車両が東名、名神ルートから伊勢湾岸道から新名神高速ルートにシフトしたため開通後の2009年 平成21年には8万9000台と大幅に増加した。また、4日市 IC、亀山 JCT 間には、下り坂から上り坂に変わり運転者が気づかぬまま、車両のスピードが低下してしまう、サグ部と言われる地点が5カ所存在すること。4日市 JCT、亀山 JCT 間には、JCTICSA から本線への合流が6カ所も集中していること。 さらに休日特別割引、いわゆる高速上限1000円の導入が白車をかけ、上り線を中心に渋滞が激化している。ネクスコ中日本では渋滞緩和を目的として、四日市 IC 付近のサグ部3カ所に速度低下注意と表示する LED 情報板を設置し、2008年、平成20年には IC などの加速車線の延長工事や、 四日市 JCT 四日市 IC 間 8.9km を3車線化する付加車線工事を行ったほか、2012年平成24年には新名神の新四日市 JCT 亀山西 JCT 間の開通までの暫定的な対策として四日市東 IC 鈴鹿 IC 間の上り線約 3km 下り線約 5km を 交通容量を増加させることを目的に路肩を含む2車線道路を3車線化している。しかし、渋滞の解消には至っておらず、抜本的な対策として、早期の新名神新翼海地 JCT、亀山西 JCT 間の開通が待たれている。全国の高速道路で事故が全体的に減少する中、三重県内の東名阪道や新名神においては、上記の渋滞で、 車両速度が頻繁に変化し、ブレーキが間に合わず前方の車両に追突する事故が増加傾向にある。増加した交通量や激しい渋滞のために事故が増加している。ほか、路面の損傷も早く、車線規制、IC 閉鎖を伴う集中工事、東名阪リフレッシュ工事が毎年実施されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。